皆さん、こんにちは。宝塚駅の見方を始めます。縁あっておよそ100年分の赤駅や宝塚グラフ、そして本公演の100年分の脚本を読む機会を得ました。そこから見えてきたことをもとにお話していきたいと思います。今回は小林一三について。宝塚駅の創設者、小林一三さんは1957年に亡くなりましたが、もしも今生きていたら何をしていたのかを想像してみたいと思います。結論から先に述べると、一三さんは海外に劇場を作り、卒業生を含む宝塚駅の常設を目指したのではというお話です。小林一三さんの最後の仕事は、1956年に開場した梅田駒劇場、新宿駒劇場の建設です。駒劇場は舞台は扇形、それを囲むように座席を配置し、どの席からも同じ条件で見ることができる作りでした。また、日本初となるさまざまな特殊機構を設けました。こけら落とし公演はその機構を生かしたものでした。3本立て公演の1本目、竹内哲司さんの舞踊劇では、劇場音楽では初というミュージックコンクレート、伝承楽が用いられました。2本目の菊田和夫さんのサスペンスドラマ劇では、立体音響システムを生かし、さまざまな効果音で盛り上げました。3本目の宝塚劇の演出家、高木史郎さんのミュージカルでは、劇場名の由来になったコマを逆さにしたように見える三重の盆を多彩に用いました。宝塚劇の生徒も出演し、3本目は榎本健一さんら男性俳優との混合劇でした。しかし、会場に置く年、開場してわずか2ヶ月後、小林一三さんはこの世を去ります。84歳でした。未来といえばこの先になります。けれども、一三さんはこの世にはいません。でも、一三さん没後の劇場の歩みは分かれます。梅田駒劇場は、菊田和夫さんが水谷奈々子さんからその名を受け継いだ芸術家の作品、駒歌舞伎、宝塚劇団の卒業生、星井吹さんのミュージカル、宝塚劇などなどが上演されていく場に。けれども、一三さん没後35年後の1992年に閉場し、こちには現在、商業施設、HEP5 が建っています。もしも小林一三さんが生きていたら、こうしたであろうというものは、生前のとある劇場での取り組みから想像できます。梅田駒劇場誕生から23年前に時を戻します。宝塚中劇場は、宝塚大劇場が完成する前年の1923年に建設されました。現在の大劇場西側、楠木広場のあたりにありました。中劇場では宝塚少女会議のほかに外部公演も多数行われました。尾上菊五郎さん、市川猿之助さん、水谷八重子さん、古川六波さんなどが舞台に立ちました。また、一三さんの肝入りで宝塚駅の現役生や卒業生も出演した男女混合劇を上演しました。戦前は宝塚駅の演出家、坪内志功さん率いる宝塚国民座、同じく宝塚駅の演出家、岸田哲也さんによる宝塚バラエティや、浅草の経演劇の出身者を中心とした宝塚ショーを、戦後はわずか数年で解散するものの、一三さんの決まりで始めた宝塚劇団の男子専科と現役生徒が共演、漫才師や宝塚劇団の卒業生が活躍した宝塚新芸座が活動しました。この中劇場は一三さん没後15年後の1972年に取り壊されています。こうしてみると、中劇場は現役生徒の男女混合劇の場、卒業生の活躍の場として、梅田駒劇場の取り組みと近いことがわかると思います。実は小林一三さんは少女だけの歌劇団の最終形として、卒業した少女たちを含む男女混合劇をずっと夢見ていました。宝塚中劇場はその実験の場でした。この中劇場からつながる梅田における劇場の試みは、その後、現在茶屋道にある梅田芸術劇場に受け継がれていきます。そこでの宝塚劇の上演、卒業生を含む男女混合劇や OG 公演は、小林一三さんの夢の続きなんです。もう一つの側面から、小林一三さんはリタイアしようとしますが、それを取りやめ、そこから最初ともいえる取り組みがあります。1935年、一蔵さん62歳の年、7ヶ月にわたる海外視察兼旅行に出かけます。隠居を前にした自身の人生のご褒美のような旅でした。そして翌年の1936年には池田市に終の住処として芸術と生活との一致を目的とした具沢山荘と称した地底を完成させています。現在の小林一三記念館です。けれども1936年、政府が電力統制を発表します。この年は226事件が起こるなど、軍国主義の色合いが濃くなり始めていました。国家による統制を反対した一蔵さんは、隠居を取りやめ、電力問題に取り組んでいくことになります。この国家を意識した動きはやがて商工大臣就任へとつながっていきます。小林一三さんの動きは当然、自身が創設した宝塚劇にも影響していきます。13年ぶりに宝塚劇の脚本を手掛けます。1937年の恋に破れたる侍です。この作品は東京宝塚劇場にて国内の外国人を集め、海外公演の試作品として先行上演しました。翌1938年、初めての海外公演が行われます。日本は前年に日独位防共協定を結んでおり、宝塚劇の海外公演はドイツ、イタリア、ポーランドで実施されました。一蔵さんは1920年代から海外公演を夢見ていました。その実現は政治的な意味合いを多分に持つものとなりましたが、隠居を諦めて長年の夢を叶えた形になりました。ちなみに海外公演を実現させた前年から一蔵さんは内閣情報部参与を務めています。さて、もう少し話を進めたいと思います。小林一三さんの晩年の取り組みから、劇場作り、海外公演というキーワードが浮かび上がってきました。ここまでの話を掛け算にして考えてみると、一蔵さんが今生きていたら、海外に劇場を作り、そこで卒業生を含む宝塚劇を常設するであろうということが想像できるのではないでしょうか。近年の海外公演の動きを見れば、台湾が一番実現の可能性が高いかもしれません。でも、それは慎重に行われたと思います。東京宝塚劇場の建設モデルから想像することができます。一蔵さんは1934年、東京宝塚劇場を開場させます。宝塚の土地では、宝塚新温泉のようなレジャー施設内の一部として劇場を作りましたが、東京では一からの建設となりました。この時、それ以前に旧帝国劇場、市村座、宝覚座、歌舞伎座、新橋演舞場と6つの外部の劇場で東京公演を行い、劇場運営の収支を慎重に計算した後、建設を決定しています。しかも、東京宝塚劇場は開場以来2001年にリニューアル開場するまで宝塚劇以外の演劇も上演することで劇場運営のリスクの回避を図るなど専用劇場ではありませんでした。一蔵さんが作ったかもしれない海外劇場も東京宝塚劇場のように宝塚劇の専用劇場になるまでにはもしかしたら50年以上はかかるかもしれません。今回のお話は以上です。ではまた次回。